横浜市中区山手町にある坂である。岡公園前交差点付近から坂下方向を見る坂の名称は、山手の丘陵から北に開けた宿と呼ばれる谷町の地形に由来するもので、北端の堀川のあぜから南の港の見える岡公園前交差点に登る。長さは約300メートル。坂の途中で宿の西側と東側に分かれ、西側は、 路線バスも通る車道と歩道、東側は一部が階段となっており、裏坂とも呼ばれる。道交差点を西に折れると、山手本通り。直進すると、近代文学館入り口交差点で、本目十二点方面への和新坂と、上野町方面へのビア酒通りに分かれる。堀川沿いの道を西に行くと、元町、中華街駅を経て、元町商店街、また八橋を渡ると、 関内方面に通じている。堀川を渡る橋には他に八坂に接続し、横浜人形の家、山下公園方面につながる歩行者専用のフランス橋が架かる。元町から山手の丘に登る坂には、三尻坂、貝殻坂、北井坂、大観坂、高田坂、塩組坂、西の坂があり、八坂は最も東に位置する。八坂の中原には、 関東大震災の慰霊碑、坂に面したフランス山の一角には1973年にクリーニング業発祥の地の石踏みが建てられた。この坂を通る路線バスは横浜市営、バス20系統及び赤い靴、神奈川中央交通11系統の3路線で、いずれも桜木町駅前を起点とし、20系統はビラ酒通りを経て山手駅、11系統は 山手本通りを経て、小戸谷駅東口に至り、赤い靴は港の見える丘公園前で折り返す。1859年の横浜港開港以前により、放送大明人として知られた本目12点に至る信仰の道であった。当時は谷の両側の二筋の坂の間には農家があったと考えられている。横浜港開港後には、今はフランス山と呼ばれている。 東側の丘にフランス軍とイギリス軍の駐屯地が置かれ、居留地の住民は八坂をキャンプヒルの別名で呼んだ。坂の片側が拡幅されたのはこの頃と考えられている。1884年から1899年までの間、八坂から本木十二点への道沿いに八坂通の町名が付けられた。1885年には坂の上に 劇場、ゲーテ座が開館。1923年に関東大震災で崩壊したが、跡地には1980年に学校法人岩崎学園により、復職をテーマにした博物館とゲーテ座ホールを有する岩崎博物館が開館した。ありがとうございます。